車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回は最初に言っておきます。はい、いろいろご意見をいただくと思います。そうですか。コメント欄が にぎやかになりそうな予感が。いやそんなことない。みんなもう同意。同意。個人的には割と衝撃作だと思ってるので、はい、もうぜひ感じたことをお気軽にコメントいただくといいんじゃないかなと、はい、そして今回ご紹介するのがこちら、はい、ウルスペルフォルマンテ、はい、なんか最初の一番最初の枠が、うん、なんか結構皆さんペルフォルマンテを選ばれたみたいな。そうだーってね、みんななんかまあそうなるよね、やっぱりね、普通に考えても。まあ、要は後期型っすよね。そうです。 S と一緒に、 S とペルフォルマンテが一緒に出ました。で、なんか最初にそのオファーをいただいた人はどっちにしますか、うん、みたいなお話をいただいて、うんうん、なんか結構な方がペルフォルマンテ、ペルフォルマンテ、ペルフォルマンテって言ってみたいですね、うん、実際ペルフォルマンテ、はい、納車されたら皆さん結構びっくりされた。そう、なんか硬いすごい硬い。さすがにウルスとは言っても SUV だから、はい、うん、その裏からの今までの、ね、感覚で乗ろうとすると硬いみたいな裏間のペルフォルマンテほどじゃないだろうと思ったら、はい、結構スパルタンな車だったということ で外装も全然違うっすね。全然違うよね。もちろん前期もそうだし、うん、S とも全然違う、うん、なんかカーボン盛りだくさんですごい。なんか調べたらなんか50キロぐらい軽量になってるらしいですよ。で、一番目立つこのフードだったりだとかも当然カーボンになってて、形状もこれよく見るとすごいですね。ダックと入ってて、この昨日ボネット開けさせてもらったんだけど、もう裏側もやばい。あ、そうなんですか、うん、ちょっとこの後チェックしてみたいと思う。というわけでこんな派手なボンネットがついて、はい、周りもカーボン盛りだくさんです、はい、そして S 同様 Y なくなってるんですよね、うん、なくなってるね。かっこいいですよね車、うんうん、そして色ですよ。はい、色ですなかなかこの緑色を選ばれる方って少ないんじゃないですか。まあかなり。そうっすよね。白黒、まあ、グレーグレーというかシルバー、うん、ガンメタ、うん、その辺が定番の色になってくると思うんですけれども、うん、これもちろんオーナー様は新車オーダーで。もちろんです。で、これちなみにプロテクションは、これから貼ります。あ、これから貼るんですね。さすがにカーボンパーツ高額ですし、うん、やっぱりこの辺の車であれば。そうだから、まあ、最初に塗り分けられてるんで、こういうところに飛び石パチンと食らったら確かにもうどうにもならないですもんね。どうにもならない。まあ、その辺一緒にご相談いただくといいのかなと、はい、そしていいですか、行っちゃいますか行っちゃいますか。こんなもうド派手な、もうペルフォルマンテっていう時点ですごいじゃないですか、はい、もう緑色という時点でも結構目を引きます、はい、そんな車にはめたホイールがこちらでございます。はい、こちらでございます。これはこう来ましたかっていう感じなんですけど、はい、もう来ました。ホイールのじゃあ説明先に行きますか。はい、はい、こちら HRE の L105M の24インチです。去年のオープンハウスで発表になった。そう、去年のオープンハウスで5種類が L1 シリーズっていう中で発表になって、やっぱりこのディッシュ人気ってわけじゃないけども割と多いかな、その新作の L1 の中では。で、あとフィンと細いスポーク、多めのスポークとこれ5本スポーク、はいはい、で、当時イベントでも入り口にこう、はい、新型のレンジで左右違いで履いてたホイールですよね。そうです。一番 HRE がこうプロモーションというか、うん、新作としてバーって出してきたホイール、はい、で、L1 シリーズなんで、はい、その名前の通りラグジュアリーの。そうです、はい、まあ、こういう高級 SUV だったりだとか、うん、世代に似合うホイールとして出してきたホイールなんですけど、はい、いいですか、僕の初見の感想、はい、おもちゃみたい。いやいや、そんなことないですこれすごくないですか。これを HRE が出すっていうところもすごいよね。いまだに削りの技術を競うような複雑な進化もあるじゃない、うん、はい、その中でこの真逆をいく、はい、もう超ストレートな、超洗車しやすい言ったら子供が描いたくらいのもうシンプルデザイン、はいはい、直線しかないです。これすごいっすね、うん、このスポークもこのぶっといスポークで5本、はい、5本スポークです。そして他の削りもないですもんね。ないです。なんか側面削ってるとか、ない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 、削らない、削るとかこれをだからウルスにはめるって、うん、なかなかできないと思うんですよ。だから去年そのオープンハウスに行かせてもらった時に現地で在庫としてまあ何セットかオーダーして、でその中でお客様にご案内して
全て売れてご制約いただいて、でもう一回じゃあ何か頼むんですって時にみんなと被らない、まずはうちの、ま、社員とかが頼むんでそこと被らないホイール、まずはね、でその被らないホイールがこれだったで、はい、かつこれがじゃあ何に似合うのか、うんうん、難しい、そうすごく難しい、どうしていいかわからない、そのなんか HRE の、はい、そのホームページ、はい、本国のホームページには CG でカリナンに入るんです、あーなるほどなるほど、でもカリナンは、はい、まず前後ともには反らない、フロントはどうしてもフラットになっちゃうし、まあリアは反るけど、でレンジローバー、現地に置いてあったレンジローバーは、まあ、前後ともほぼフラット、まあミディアムぐらいで、やっぱりこのデザインは素っ気ないんで、やっぱりコンケーブしないと立体感が出ない、あー確かに、ってなったらもう前後コンケーブできる車ブルスでこうなったわけですね、そうでその時に頼んどいた、はい、あらかじめ、あそうなんすか、そうだからこの車用に頼んだというよりも、はい、僕が頼んでおいた、はい、誰か履くかなみたいな在庫でとりあえず、そう、はい、でそんな中でまあもう何台もあのもう何年も、もうそれこそ10年以上お付き合いいただいてるお客様からペルフォルマンテ来るよって連絡来たんで、こんなんありますよって出したら、はい、いいじゃんってなって、だから納車決まりました、その翌日にはもうホイールがある状態でもう車届いて、あそうなんすか、最速、今回登場人物が全員ちょっとぶっ飛んだなまずこのホイールを出した HRE、うんうん、そしてそれを、そう確かに、はい、うん、進める飯村さん、はい、そしてそれをいいじゃんっていう受け入れてくれるお客様、なかなか成立しないと思うんですよ、なかなか確かに、これをまず作ろうと思ったのがすごいですけどね、すごい、はい、すごい、そしてやっぱりこう現地でこう平らなやつしか見てないじゃないですか、そうそこからやっぱりこうコンケーブ、うん、逆反りさせるとこれ表情がだいぶ違うぞ、これでもすごいえぐいよね、前後本当に斜めから見るとセンターキャップ見えないぐらい逆反りしてる、うん、で逆反りもこういうこうラウンドしてる逆反りじゃなくて、うんうんうん、こうスパンスパン、そう、はい、スパンって落ちてる、今までなかったっすねこれこれはすごいすごいでしょ、そしてあのちょうど先ほど別のお車のお客様が、はい、あのこの車を見ておっしゃってましたけど、はいはい、あのカニウエストのウルスみたいじゃん、あそう、ね、確かになんかそういう感じ、うん、トレンドのを追っかけてる感じじゃなくて、うんうん、もう自分でこう生み出してるスタイルというか、はいはい、もうだからかっこいいっていうよりもなんか洒落てんじゃんみたいな、そうだからもうなんか超越しちゃってる、うんうん、だからもちろんこの方もその細いスポークでコンケーブでダーンっていうのはもう履いてる、もう散々履いてきたんですよ、そう、散々履いてきてるんで、やっぱりそういう方に刺さるかなっていう気はします、もう衝撃がすごいです、そして、うん、やっぱり作ってるのが HRE ですから、はい、これあの HRE が作るっていうことに意味があると思うんですよ、うんうん、だから知らないマイナーめのメーカーでたまたまデザインが似てるとかじゃなくって、うんうん、HRE が作ってるということでもうディテールがすごい、ものすごい薄いよね、ここあのよく見てみると分かるんですけど、これスポーク、これ側面結構厚みがあるようにこれ見えるじゃないですか、うん、なんですけどこれ実はこの裏側はしっかり削ってあって、このディスク部に関しては本当に5ミリぐらいしか多分ないですよ、うん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 、で裏側3本の抜いてある、ね、抜いてあるんですよね、うん、なんでもうこのデザイン、うん、普通に作ったらもう激重じゃないですか、激重、確かに腰がぶっ壊れますよね、うん、なんですけどもう実は見た目だけで非常に軽量に作ってある、うん、はい、で HRE ですから精度もめちゃめちゃやっぱりいろんなところから聞きますけど、うん、あのバランスとっても、うん、結構バランスもいいし、うん、はい、もう品質に関してはもう間違いないですね、間違いないです、はい、そしてセンターキャップも HRE のセンターキャップ、はい、フローティングのタイプがついてます、 L1 シリーズはボルトが見えないですよね、見えないです、なんで高級感もありつつ、うん、なんかこのホイールの一体感も出てる、こちらのホイール、うん、そしてサイズはこれ24です、これウルスどうなんですか、一時なんか24インチ履くとエラーが出る問題とかって、あ、もうそれはもちろん、あ、解決してるんですか、してません、あ、してないんですか、はい、なんですけどやっぱりそのデザイン的に、まあ、純正が23履いてて社外にするんだったらやっぱ24っていう需要の方が多いし、まあそのエラーが出ても基本的に走行上の支障はないので、制御入んないみたいですね、そう、
でこのお客さんも ちなみにその前のウルスも乗ってたの。あ、そうなんですか。なんで、まあ、その辺も十分理解いただいてるので、うんうん、やっぱりまあ見た目は24かなっていう気はします、うんうん、というわけでこんな感じのセットアップ、うん、そしてタイヤはいつものグレデシュタインですね、はい、これはあの最近ご紹介しているアドバンが設定ないんですよね。このリアが今回の車は通しじゃないのでフロントはもちろん履けるんですけどリアタイヤの設定がないんで今回はブレデシュタイン。そして今回なんと車高もいじってある、はい、でペルフォルマンってもともと2センチぐらいローダウンされてるみたいな。そう、意外と低くて、そうっすよね、あれ大丈夫かなみたいな。でそれをさらに今回、はい、ノビテックのスポーツスプリングで一応25ミリダウンという形になってます。出てるんですね。出てます。というわけで純正よりかもさらに車高が下がってしっかり収まってる、はい、これ車高もめちゃくちゃ大事だなと思うんですよ。そう、やっぱこういうなんかデザインでこういう薄めのタイヤで車高が高いっていうのは絶対に避けていただいた方がいいと思う。確かに。あとは特にこういう、まあ、言ったらチャレンジングというか、うん、他にないスタイルを出してくる時って、うん、そういう車高だったり、そう、こう反り具合だったり、うん、細かいところがちゃんとこう辻褄が合ってるというか、うん、突っ込みどころがないように仕上げてあるっていうのは非常に重要だなと。そうです。で今回特にオーダーのホイールですから出面もバチバチ、はい、そして絶対高級であろうこのカーボンのトリムね、絶対激突するんだろうなって。これ当たったらやばいね。思いますか。当たらないですよね。当たらないです。というわけで絶妙、本当にこれでも普通に見たら当たるように見えますよ ね、 そうね、はい、というわけでこんな感じになって、はい、そしてあとはもうカーボン盛りだくさんですね。そう、純正でもう本当だから今回は何にもボディに関しては、あ、そうなんですか、何にもしてないです。なんで車高とタイヤホイールという形なんでノーマルです。もう言ったら車がもう究極な車ですからね、うん、まあ、フェンダーだったり、あとなんかルーフもカーボンが設定あるんですか。あ、設定ある、オプションでね。で今回のお車はサンルーフが選択されているということ で、はい、その辺ないですけど、はい、まあ、本当に洒落てんなっていう感じがしますよね、うん、色といい、うん、ホイールのチョイスといい、うん、もういろいろ車乗られてきた、慣れてる、慣れてる。キャリパーの色とかもめちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね、シルバーなんだけど白っぽい、うん、なんかうちでいつも塗らせていただくプラッティングシルバーとまたちょっと違う、うん、ま、違うネズミ色が少し入ってる感じの、そうね、そうね、はい、そしてリアも同様に、まあえぐいだからこれ走るとめちゃくちゃかっこいいんですよね。めちゃくちゃかっこいいよね、はい、うん、であと資料を見たんですけどなんかペルフォルマンテってちょっとトレッドが広がってる、フロント 15mm、リア 10mm 広がってるってことなんですけどその辺に関しては、はい、もう面で合わせてるから関係ないです。関係ないです。まあホイールがちょっと広がってるだけですもんね、うんうん、まあ、フェンダーだったりは一緒なんで、うん、まあ、その辺なんかもしっかり収まってる、はい、でリアも車高がこれリアの方が絶対リアの方がやばい、はい、リアの方がやばいよ、ね、当たんないんですか。当たんないです。もうだって指1本でしかもタイヤのすぐ上もうフェンダーっすよ。そう、そう、折り返しがきついんで。でもこれは数々ウルスタイヤホイールつけてる飯村さんだから、はい、できる技なんですね。なんとかなりました。というわけでこんな感じのリアホイールになって、はい、であとはまあ、ベロボロマンテといえば、うん、まあ、後ろ関係ですけど今回はノーマルということで、はい、この特徴的なウィング、ね、リアルーフね、なんかこれつけるだけでなんか 40% ぐらいダウンフォース、まあ、純正がもともとないですからね。で車トータルで言ってもなんか 10% ぐらいダウンフォースアップしてるらしいですよ。だって300キロ以上出て、うん、なんか0、100、3秒台早っだから DBX とか、うん、カイエンのターボ GD とか、はい、あの辺と並んで走ってくる車なんで、それにこの、はい、もう走りと真逆を行くような真逆を行く、でも重たくない。確かに、はい、だからちゃんとあの走行にも耐える、うん、HRA だからレースやってないの不思議なぐらいだなと思って。そうね、もうそれに通用するぐらいのクオリティなんですけど、うん、まあ、今回はこんな感じで収まってる、うん、はい、で最後になりますけど、はい、僕の方から2つほどいいですか。何でしょうか。途中でも触れましたけど、はい、今回言ったらもう本当にタイヤホイールローダウンだけじゃないですか。だけです。それの大事さ、うん、基本の木の字っていうのを再確認しました、はい、でやっぱりエアロつけるにしても何にしても、うん、まあ、大体タイヤホイールとセットじゃないですか、うん、でそこをしっかりやってあげるとそうすごい車かっこよく見えるの。そうでそこを何をチョイスするかによってあーんっていう感じなのかえーって感じなのかっていうところがやっぱり僕らのまあ腕の見せ所だったりお客様への提案だったりだこういう車ホイールを履くことでものすごいなんか急に今っぽくウルスって形あんまり変わってないし、まあ、ペルフォルマンテって言ってもそんなに大きく変わってないで新しい車に新しいホイールで
まあ、新しいホイールもどんなホイールなのかっていうところが車の印象をものすごく変えるし、インパクトも全然違うんじゃないかなというふうに思います。いや、それにはすごい細かいところが重要だなと思ったんです。本当にそのフェイスが平らなのか、そう、コンケーブしてるのか、はい、逆反りしてるのかでも全然、うん、全然見た目が違って見えるし、車高も高いのか、うん、低いのか、うん、低すぎるのか、うん、でもやっぱり印象違うじゃないですか、うん、で出面もやっぱり甘かったりすると、はい、あれでってそう、ね、見る人が見るとなっちゃうんで、うん、やっぱりそこを詰めるっていうのは非常に重要だなと、うん、重要です、はいはい、そしてもう一つ、はい、あの最近こういうなんだろう他にないホイール、うんうん、割とこうぼちぼち出てきてるじゃないですか、はい、もう途中でも触れましたけど、そのカニエウエストがすごいホイール履いたりだとか、はいはい、あとはつい最近動画でもご紹介しましたけど、うん、キム・カーダシアンさんのレンジローバー、はいはい、あれはトラビス・スコットのモデルなんですね、うん、そうです、トラビス・スコットがフォージャートにコラボして、そうで、フレンズ&ファミリーなんで販売はしない、もうだからそのいいよって言った人しか履けないホイール、あれ もう穴も開いてなければよく見ると外周になんか文字が彫ってあるんですよ、ね、そう、それ冷静に考えたらかっこいいのかかっこよくないのか分からないですけど、うんうん、けどそのトラビスがやって賛同してくれる人たちが履いて、うんうん、こうトレンドを生み出すっていうのはすごく重要だなと、うんうんうん、はい、やっぱ背景っていうね、確かに、だから今回のそのホイールもさっき土が言ってた、その HRE がやってることによる意味があるっていうね、そのデザイン的な問題だったりではだけではないっていうところは大きいかな。あの気になる方は、はい、飯村店長にご相談いただくと、まあはい、いろんなものが新しいものが提案できると思いますので、はい、ぜひご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。